国民の皆さんに私からご報告をすることがあります。再生可能エネルギー促進法が与野党の皆さんの努力によって成立をいたしました。総理大臣菅直人が最後までこだわり続けた一本の法律、自然エネルギーを育てる、選択肢を育てる、その第一歩がまさにここに書いてありませんが再生可能エネルギー促進法、これを変えられるのは今総理しかいません。本当によろしくお願いします。心からの成立を祈っております。エネルギー政策の転換を求める市民集会で法案成立を求めて手渡された大きな要望書、以来今日までずっと総理の執務室に置かれてきました。そしてこのパネルだけではありません。未来のことを考えたら自然エネルギーだと思います。明日ありがとうございます、はい、では風もありますしね、太陽もあるし、自然はいっぱいなんで、自然のエネルギーを利用したこう開発をできたらと思いますね。全国の人たちとインターネットで結んだ自然エネルギーに関するオープン対話でも、さあ、ツイッターからもたくさんコメント、メッセージいただいているんですけれども、自然エネルギー促進の大前提として、社会を低エネルギー消費型に変革することが必要だと考えます。そしてこれからの日本の原子力政策として、原発に依存しない社会を目指すべきと考えるに至りました。脱原発依存を明言して注目されたこの会見、その締めくくりでも総理は、新たな再生可能エネルギーや省エネルギーに対してのより積極的な確保に向けての努力、この一貫した考え方に基づいて、ぜひ、推し進めてまいりたい。さらに半月後、関係閣僚も揃ったエネルギー環境会議、再生可能エネルギーの導入の、可能性、まさに政府としてこの革新的エネルギー環境戦略のベースができた。総理の個人的考えは政府のエネルギー政策へと前進しました。その2日後、今度はみんなのエネルギー環境会議、国民誰もが自由に参加して今後のエネルギー政策を考えようというシンポジウムです。これまでお上のように電力会社に任せきりにしてきた私たちが、自分のこととしてエネルギーについても考えて選んで決めていく、地域の中からエネルギーをですね、変えていく。広島、長崎でも再生可能な自然エネルギーを基幹エネルギーとする安全安心な社会を作っていただきたい。私たちは自然エネルギーの道、すなわち核ゼロにする道を求め、実践して世界の疑問、期待に応えていきたい。こうしたたくさんの声に後押しされて、今日再生可能エネルギー促進法は成立しました。まさにこのことこそが日本の新しい産業革命に間違いなくつながっていくし、十分可能だと申し上げておきたいと、ドバイを通りました。